こなせば。クエストなんてワクワクしますね。私も冒険者に見えるでしょうか。アイリス、俺たちは遠足に行くわけじゃない。クエストを舐めたらダメだ。今日の俺は厳しく行くぞ。はい、お兄様。いいか、クエストに出るってことはな、生きるか死ぬかの戦いに挑むっていうことだ。一度でも選択を間違えれば、次に待っているのは死だ。勇ましく戦いに出かけることは誰にでもできる。だがな、無事に帰ってくることができるものは。カズマが先輩風をビュービュー吹かせてますね。失礼のないようにと出発前に伝えておいたのだが、まあアイリス様が楽しそうだからよしとしよう。ねえアイリス、今日のクエストの目的は覚えてる？はい、ワイバーンの討伐です。そうだ、ワイバーンだ。あいつらはドラゴンの一種だ。ドラゴンだぞ。半端な相手じゃない。私も話として聞いただけですが、多くの冒険者の方が命を落としている危険な魔物ですね。そうだ、冒険者だけじゃなく商人たちの馬車も襲われる。馬車が襲われれば人が死ぬだけじゃ済まない。民のためにも絶対に討伐しなければなりませんね。それにしてもワイバーン、見たことはありませんが、さぞ強いのでしょうね。気合を入れ直します。おお、小さな体に闘志がみなぎっていますね。ねえ、本当にやるの？ワイバーン結構強いわよ。大丈夫だ。この私が命に代えてもアイリス様をお守りする。ダークネスは一撃を受けてみたいだけだろ。まったく、高難易度クエストだからってはしゃぐなよ。その言葉そっくりカズマにお返ししたいですね。アイリスがいるからとはしゃいでいるのはどちらですか？さあ行きましょう。邪悪なワイバーンを討伐しに。このスバ、俺が魔王軍の幹部と戦った時はな、それはもう何度も死の危険を感じたものだ。死の危険？視線をくぐるっていうのはああいうことを言うんだろうな。それを俺は何度も経験している。すごいですお兄様。視線をくぐるどころか、実際何度か死んでますけどね。アイリスがうなずくものだから気分が良くなってるのよ。で、プワー！なんだ、この突風は。ワイバーンです。しかもあれはただのワイバーンではありません。ジョイスですよ。ジョイシュか。手待て待て、でかすぎるだろう。あれはさすがにまずい。一旦逃げて。エクステリオン。あれ、邪魔が入りましたね。さあ進みましょう。
ワイバーンと会うまでお話の続きをお願いします。あ、そうだな、ワイバーンに会うまで気を抜くんじゃないぞ、ワイバーンに会うまで。カズマさんたら、さっきまで逃げようとしてたのに。アイリスがあっさり倒しちゃったものだから、あれがワイバーンだったって言い出せなくなったのね。まあまあ、ワイバーンと対峙して無傷だっただけでもよしとしよう。それはそうですが、まったく、あれだけ吹かせていた先輩風はどこに行ったのでしょうね。そこ！ガイアがうるさい。お兄様、どうかしましたか？敵ですか？大丈夫だよ、何も起こってない、何も。そうですか、それなら良かったです。それにしてもワイバーンってどれくらい強いのでしょうか。浮かれてはいけないと分かっているのですが、私、お兄様たちと一緒に背中を預けて戦うの楽しみです。このスバ